森岩尾は日本の映画プロデューサー、脚本家、映画評論家。神奈川県横浜市出身。すぐ東京都に引っ越し、整形実業専門学校に学ぶ。活動写真に興味を持ち、東京日日新聞が募集した子供のための映画シナリオに入選後、キネマ旬報に第8芸術品登録という映画批評を書いた記事を連載。 新進気鋭の評論家として知られるようになった。1923年、日本映画俳優学校の主事兼講師に着任、教え子には、脚本家の八木安太郎をはじめ、俳優で後に二人とも映画監督に転身した小杉勇、藤、孝治、岸明などがいた。その後、映画制作にも乗り出し、文才を生かして、脚本家として、活躍、前途を食目されたが、 中央映画社同人、日活映画企画部員を歴任。中央映画社では、海外映画の輸入を担当し、カリガリ博士を買い付けて、大ヒットとなり、会社に大きな利益をもたらした。日活では、自身が脚本を手掛けた、街の手品市の欧州売り込みに携わった。制作会社のブレーンとして、その再確を見込まれて、年月日に、 pcl 映画制作所の創立に参加し、同時に取締役に就任。翌年、森が主催する映画青年の集まりである、金曜会のメンバー、谷口千吉、亀井文を本大志郎らが森に誘われ入社した。後に JO スタジオと合併して、1937年9月11日に、東宝映画として新たにスタートを切って取締役に就任。 1942年2月28日部、常務取締役に昇格。1943年12月10日に、東京宝塚劇場との合併で投票となるも、常務取締役として、会社に泊まる。1946年2月17日に、現業重役制を廃止し新たに、経営担当者制を敷くために営業担当となる。同年3月13日に、 公職追放となり退社。追放後は、三和銀行の取締役を務め、1951年2月26日に、最高顧問として東方に復帰、翌1952年8月1日、取締役制作本部長として、第一線に返り咲き、東方映画の指揮官として、戦後の日本映画黄金時代を支えた。1955年9月20日、 制作本部長のポストを藤本雅美に譲る。1957年10月5日に専務取締役、1962年に副社長に就任。映画部門を藤本雅美、演劇部門を菊田和夫に任せて、日本の映画界、演劇界に絶大な影響力を及ぼす。1971年9月16日に、 映画団体産業連合理事長に就任。1974年8月22日に代表取締役相談役に就任。1976年5月25日に相談役に退く。1979年5月14日午前3時27分に心不全のため中央総合病院分院で死亡予算と人的資源の管理を一元化するプロデューサーシステムを 日本の映画界に本格的に導入した人物とされる。プロデューサーの藤本雅美、森田信義、滝村和夫、田中智之の他にも、映画脚本家の八木康太郎、映画評論家の岩崎明も文化生に連なる。初期のキネマ巡邦に貢献する一方で、映画文化振興では川木隆子の講演者としても知られる。若い頃は喧嘩っ葉役、 ゲタで相手を殴る戦法を好み、ゲタガンの異名を取った。下町情緒あふれる環境で育ち、落語由来のアータを口癖とし、語尾にデゴワシテを多用した。1931年にコロンビアレコードから発売されたバートンクレーンの酒が飲みたいの日本語誌の作詞者でもある。PCL 時代にハリウッド視察を行い、 映画手法としての特殊撮影の重要性を認め、東方発足後に、つぶらや英イを立っての招きで迎え入れたのは森である。1954年の G 計画が会議にかけられた際も、満場の反対にこうして、ただ一人この企画を支持し、前代未聞のこの企画を実現せしめた。日本特撮史の功労者の一人である。飲酒に縛られた旧来の日本映画システムを嫌う。 初代東宝社長、上村大治と共に、ハリウッドの制作形式を取り入れ、工業では、ブロックブッキング、企画現場には、ピクトリアルスケッチを導入するなど合理化に努めた。ありがとうございます。